www.videonews.com こんにちは。はい。こんにちは。ええー、今日は二千二十一年の七月の三十日の金曜日ですね。ええー、これが千六十回目の丸劇となります。それでまあ今日はですね三十日の金曜日ですので五回目の金曜日となりますのでええー、まあ五金ということで四、えー、月ですね四月以来の五、えー、回五回金曜日がある月ということでええー、まああの。 同じおなじみの方も多いかもしれませんが、えー、5回金曜日がある月は「五金」という,うまあ通称「五金という」と呼ばれている、まあ、ある種特別な普段とはちょっと違った企画を、えー、無料でお届けするということに、えー、いつの間にかな,な,なっているということですね。いつの間にかかどころかもう多分 第200回くらいから多分そうなっているんでもう今、1000回ですからはいもうえそういういことになってますそれでまあ今日はあの映画をまあぜひやろうと宮根さんと話してたんですがえとはいえ、ちょっとここにきてえまあ実際オリンピックが始ま,るま,あ始まったわけですね、前回、実はちょうどあの開会式がまあえもうすぐ始まるというようなところで収録をしていて。 でまあ、誰が最終聖火ランナーだろう大阪南ムじゃねえかみたいなことを言いながら、まあ、なんと出てきたのは11時半ですからねあれを、うん、大阪さんが最高出てきたのはね、うんまあ、一応僕の予想は当たりました、うん、はいなんであの11時半までのに8時スタートにしたのかもちょっと僕はよく分かんないんですけど、うん、あのいずれにしても8時スタートで11時半ぐらいまでずっとそれをやっていって。 だのがあの前回、先週の古の賀茂明さんの番組の時ですよね、それでえそれからまあオリンピックが1週間まあ開催される中でまあコロナはまあちょっと嫌な言い方をすればまあ順調にですね感染者を増やしましてえ特に今日は3日連続で3000人を突破と今日は3300人ですね。昨日がまあこれまでで最,最大の まあ、最多のですか、三千八百六十五人と、えー、いうことです。それで、まあ、あの、相変わらず、まあ、感染者数というのを、をとにかく、日本は。いつもずっと発表してるんですが。まあ、二つの意味で。そろそろ感染者数はやめたら、という感じはしてるんですね。つまり、あの、まあ、一つは。日本はまだ。あの、誰でも検査が。まあ、さっと受けられるような状況になっているわけではないから。 あの感染者数っていう数字には必ずしもこれやっぱ感染者数っていう言い方は多分違って、まあ、検査を受けた人の中で陽性反応が出た人っていう意味なのであのもっと検査のハードルが低い国における感染者数っていう数字とは必ずしも同じ意味のある数字ではないと。 では感染者数と感染判明者数はどこの国でもギャップがあるけれど日本はひどすぎるってことです相、ね、当、うん、ギャップが大きい、まあとね、大きいととうことで,す、ね、そうですよね。まあ、あの感染症の学者さんたちは日本におけるいわゆる感染判明者のまあ5倍以上の感染者がいるというのがまあ学問的な常識だそうですね。はいうん、で、まあ、要するに無症状の人というのは基本的には検査を受ける動機づけがありませんからね。うんうん、なので えーまあ、本当に無作為に検査をすれば、うん、まあ実際陽性の人はかなりいるとただそういう人も、えー、他の人に感染を,つつ感染をす,、ね、あのする力はあるという意味なので、まあ、その意味ではその検査というものにその意味があるということなんだけどね、まあ、ちょっと検査の話をまた後で、えー、実はちょっとしたいんですが映画の話をする前に少しちょっとコロナの話を宮田ちゃんとしたいと思ったんですけれどもね、うん、実は、まあ、じゃあ最初ちょっとその検査の話をぜひしたいんですが。うん あのねまあ、ちょっとごめんなさいね最初、まあ、2つの意味でって言ったので、まあ、1つはだから日本ではもともと感染者数って言っても感染者数じゃないよとでそのギャップが日本は、まあ、どこでもギャップはどこの国でもギャップはあるけど日本はかなりそのギャップが大きい、うんまあ、ちょっとし検査してないからねう意味とそれからまあもう1つは日本はまだあのワクチンの接種率が、えー、一応これ、えー、誰かがまとめてくれたんで出しますけどまだまあ一応 一応これくらいなんですね、うん、まだ世界では中では、まあ、かなり、えー、低い方なんですね65歳以上で、まあ、2回目1回目っていうの要するに2回,打たな2回打って一応接種者ということになるので、うん、まあ73%でも本当7月末までに65歳終わるはずっていうるだったから、まあ、実際はいう意味、ねはい、実際はちょっと要するに公約をですね、まあ、満たせなかったということなんですがいずれにしてもあの全体で見るとまだ。 全人口で見るとまだ23%ですから4分の1も打ってない4分の1の人が打ってない状況なのでまあもちろん低いんですが問題はやっぱ65歳以上の人がこれだけ打っていてこれまでまあいわゆる感染者といわれるまあかっこつきの感染者といわれる人のうちあの重症化する率というのは圧倒的にあの高齢者が多かったんですねまあ高齢者重症化も重症化率もそうですしまあこれも一応、お見せしましょう。えっと まずこれはあの死亡者数で見ても、まあ、こういう日本ですよ、こういう状況です、実際は、えーと元々まあ、もともと高齢者の方が圧倒的に、まあ、あの多かったという状況ですよね、もともとね。なので、えーその、これで言えばこの65歳この、ここの半分から上は、のうちの7割の方が。 まあ残念ながら7割にまず止まってるんですが本当は全部のはずだったんだけどが一応まあワクチンを打っていて、まあ、ワクチンオールマイティではないものの重症化はしにくいあるいは重症化はほとんどしないと、まあ、今のところですよ今のところ言われてるんですねまたこの変異した後にそれがどう変わってくるかについてはわからないですけど今のところそういうそれそういうことが分かっているとでそうするとだからまあ一応これ感染者のこの推移というとこういうことになるんですがこれはまあ日本全体。 ですけどね、さっき言った3,000っていうのは東京都の数なんですけれども、えー、まあ感染者数というものを出してもですねあのまず重症者の数が全然違うと。であの重症にならなきゃ別にいいじゃねえかという意味ではないけどやはりその重症化するあるいは死亡するっていうことがやはりコロナの中では非常にあのコロナのまあ怖いゆえんであったことは間違いないので。 単純にそのワクチンがそのある程度その接種が進む前の状態での感染者という数字の意味とその後の感染者という数字の意味を単純に比較することはできないだろうというのが1点目と。でからさっき言ったようにもともと日本の感染者という数字はそもそも数字自体にどの程度意味があるのかがまあ少なくてもこれだけいますよっていう意味っていうふうに考えればいいんですかね日本の場合感染者といっているものはっていうような意味なのでまあ感染者をただ比べていくっていうことにどの程度意味があるかは まあ、甚だ疑問であると、うんえー、いうことですよね。なので、あの、でも、ず、こかで。これだけ毎日毎日感染者発表しててね。あの、日本のメディアがですよ。もう私たち感染者を出すのやめましたっていうふうに。言うのは多分難しいよね。な、うんで難しいんだろうね。言えばいいのに,言えいいのにね。えー、まあ、今後ね、ワクチン接種は、例えば、人口のね、八割,割になり、九割になり。 っていう風になった時にはね、特にデルタ株については、あの感染の予防よりも重症化の予防の方が効能は大きいという風うにもう言われていることからも分かるように、あの感染者を出すことってそのさらにそのさっきの第1、第2では第3の意味でね、意味がなくなっていくんですよね。ねなのでそろそろ感染者あるいは感染判明者をまあギア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 報じるのはやめてほしいですね。っていうのはまずまあだから。<laughs> ちょっとその言い方あの若干語弊があるって言われるかもしれないですけど、うん、正しく怖がる対象として感染者っていうのはも,うもはや有効ではないということですよねきちんとあの現状を把握する必要があるんだけどもただ単に感染者というものを出されても以前のような意味とは違ってきているっていうことは一つただ、まあ、繰り返しますけど日本の場合まだワクチンの接種率が 65歳以上は7割っています。それでででも7割割すすよ。3割まだですよ。3まそれから一般国民ではまだ2割25%いってないくらいですからあのその意味ではあのだからもう大丈夫だっていう意味は全く,全く,な,いんです全くないんですがあのそれでもあの少なくともただ感染者が増えた増えた大変だ大変だっていうのは、えー、ちょっと違うかなと思います。ただ あの一定の参考になると思うんですよ感染者は。ででもあほぼ同じようなやり方で検査してるんだとすれば、まあ、感染爆発の傾者は増えてるよと、うん、だけど、まあ、多分本当にウォッチしなきゃいけない数字は多分それじゃないよねと重症者は見なきゃいけないよねという。 えところまあ重症者および死者それからまあ中,等中等も基本的にはまあ入院対象になるんだとすればそれから中等,から中等症から重症に移っていくのであれば中等の状態でそのまあ要するにえ医療,医療のを受けられれば重症化することが防げるという場合が多いということを含めていえば要するに無症状とあるいはもう著しい軽症。 あの花風帝都みたいなねとそれ以外っていうのは多分分けるようなあのデータを見る必要があるんじゃないかなと、うん、でも毎日ああやって数字をね「今日は何人でした今日は何人でした」って言ってニュース速報が出たりするっていうふうになってる中であの変えられないっていうのをよく僕らがあの官僚の暴走列車なんてするじゃないですか。 一、うんね、回もう動き出したら止まらないってその面なんでしょうかね、うん、僕は最初にその自分たちがそれを変えるっていうことのリスクがやっぱり怖いんで政府がもうそれをしろっていうふうに言ってくれるのを待ってるんじゃないですかね逆にうんでも政府も頭が悪いので多分それはできないんでしょうね、うん、政府はそれはなんかまた別の理由でそうしないかもしれないですね だから実際ね、うん、何かその情報操作のために隠したりとか、あるいはあの政府のある種の威信を保つためにね、方法を変えられないっていうのだったら、僕はまだましだと思うんだけど、それはその方がまだなんか、単に頭が悪くて、とかね、本当に感染者という名前の感染判明者の数に一喜一憂してるんだとすれば、もうこれはもう、お手上げですね。ねうん、うん まあまあそれかもう単にもう何かを変えるあの先週はよくあのポリティカルウィルっていう言葉が出ましたけどポリティカルだけじゃなくて何かを変えるっていうウィル自体が例えばメディア側にもない変えようとするといろいろと抵抗にあったり人に説明をしなきゃいけなくなったり場合によっては反対する人を解き伏せなきゃいけなかったり面倒くさいじゃないですか。そそのウウィィルルれをこう乗り越えるウィル意思ですね意思が ももうううなないっていいと可能性もあるのかなという気がしますちょっと丸山正雄またになるけどね、はい、さっきの,あの大東亜戦争あるいは日米戦争では日本にやっぱ勝つ意思がなかったっていう結論になるわけですね。でその理由は簡単で勝つためにはその現状把握を前提にした合理的な施策それもダイナミックな変更が必要なんですけどそもそも現状把握ができてないそ今のコロナも同じでしょ。現状把握がでできていないなのであれば 合理的な施策例えば合理的な戦略を立てられるはずがない、えー、状況の変化に応じてそれをダイナミックに変えていけるはずもないなぜこう内々尽くしなのかっていうとそもそも戦争に勝つっていうねあの公共的な意思がなくてそのセクショナリズム縦割りの中での自分の、まあ、要するに沈めかけた船の中での座席争いにしか誰もが関心がないっていう状況ですよね。だから今回もそれで言うとあの まあ、コロナから国民を守ろうっていうポリティカルウィルが、やっぱないんですよね。どこにも存在していないっていうところに、非常に大きなポイントがある。でも、今日の映画の話につなげるんだとすると。さっきの最初に、あの、の戦争に、ね、負けた理由は、そういう、こういう理由であると。いうことは、あの、まあ、もう実はいろんな意味で明らかにされているんですよ。さっきの丸山思想なんか、典型だけれどもね。えー、竹内由美。 鶴見俊介三島由紀夫いろんな人間たちあるいは、うんそうですね、江藤潤吉本隆明いろんな人間たちが散々に明らかにした。で,であれば同じ説を踏まないようにするのが実は今日キーワードはやっぱ責任であるはずなんだけどそのさっきのポリティカル・ウィルがないっていうことはその失,敗から失敗したことからねあの学んだことを生かして国民を守る、まあ、この場合だったら。 コロナをめぐるその各国のねえそのコロナに対する戦争であると同時にそのコロナに対する対策の優位性を示すっていう意味では各国間の競争っていう意味でもね準戦争でもあるんだけどどちらにも勝とうっていう意欲がねあるいは意志がまあ日本にはないつまりさっきの体制に関わる責任を誰も取れていないっていうことがよく分かれたんですね。 っうそう根っこが一緒だってことはつまりそ、ね、その日本人の劣等性そのものが暴露されてるってことですよね、うん、責任を取れないんだってことです。うん、あのちょうど宮台さんが今、まあ、一応世界の、ねうん、まあ競争、それを競っているんだよっていう話があったんで、これ,、ね、これ宮台さん、まだ見せ,見せてなかったんだけど、うん、実はね昨日一昨日かな、うんうん、ブルームバーグに出た、ね、こういう COVID レジリエンスランキングっていうのが出たんですよ。 非常に面白いコビットに対する、うん、まあ要するにそのどこまでレジリエントであったかっていうね抵抗できたかっていうのランクが世界のランクで出て,てですねまあ一応これ順あの中身説明しますけども要するにここちょっと下に下に行ってくれないって日本が出てこないんだな、うん、はいもうちょいもうちょいはい出ましたね日本一応これ26位ってなってます、うん、はいでまあ日本の上の国見ていただくとまあこういう こういうい状態ですね日本の上のう国っていうのがね、うん、でねでこれ何を何,何を比べているかっていうとですねこれ総合スコアねでこ,のこれで順位になっているのねこれで。えこれバクシネーションネットとこれもうしょうがないですよ要するにどれだけワクチンが、うん、あの実際に、まあ、あの接種率どれだけ打ったかっていうことですよね。で、まあ、日本は、えー、とこれあの今週のあの段階ですからまあ、えー、これ30%ってなってるけどこれだから1回でも打った人の方なんでちょっとまああの。 多めに見ててくれてるわけですよ2回打った人はまだ3割いってないですからねっていうのがまず一つですね。でそれからもう一つ上にいってくださいそれからこのロックダウン・セビリティっていうのはどれだけ厳しいシビアなロックダウンをその経験してきたかっていうのなんですよね。であの経験してきたかじゃなくてこれってあのレートがランキングがしょっちゅう入れ替わるので今どんな状態にあるかっていうんです今。で今は まあこれらの国はもうワクチンがすあのこれだけ進んでるから、ね、これだけワクチンがほらみんな5割6割いってるからだからもうロックダウンはほとんどない状態になってるんで、まあ、非常にまあ心地よい、まあ、ちょっと中国だけなぜか非常にこのロックダウンシビリティが79ってなってますけどだからドイツも今また改めてなんかちょっとロックダウンシビリティが激しくなってますねただ日本日本が今ロックダウンシビリティでは一応緊急事態宣言 でまあ、これはだからロックダウンではないということになってますが、まあ、これっ、えー、ってなってなますねでそれからその次の、えー、全部で4つ項目があるんですけれどもそのフライトキャパシティと、まあ、トラベルルートこれちょっと似てるんですけどなんでこれを比べるかってこのフライトキャパシティっていうのは要するに日本に来ている飛行機がどれくらいお客さんがあの減ってるかっていうことなんですよ。 でそのフライトキャパシティがまが、あ、皆さん減ってはいるんだけどマイナス30マイナス20マイナス17でこの辺はまあ結構大幅に減ってるオーストラリアオーストリアフィンランドアイルランドみたいなね、まあ、観光立国のところはやっぱかなり痛手を受けてると逆にこのごはんってまあ増えてるとこありますけどねこれ中国か、うん、中国増えてるでこれ81%なシンガポールなんてもうね、まあ、マイナス81ですよで日本はというとこれは、えー、今マイナス53ですね。 このマイナス五十三パーセントになっているっていうのが日本のフライト、えー、キャパシティが、えー、マイナス五十えっとマイナス五十三ですね。うん、すぐあのイギリスもマイナス六十五ですね。まあ島国ですねどっちもねで上,上行ってくださいで。もう一つはトラベルルートっていうのはあのそこにその来ているそのトラベルの旅その旅定ですよねトラベルルートに日本が入っているものっていうのが実際にまあそのまあどれくらい、えー 増えてているるかか減ってるかみたいな要するに、まあ、あの今でもせ世界とのどれだけ結びついてるかみたいなことを実際にこれをチェックしてるっていうことなんですねワクチンロックダウンの状況それから世界にどれくらい世界と行き来がどれくらいされてるかっていうのをまあ見てるっていうそういうふうに大体思って頂ければいいと思うんですけども日本がトラベルルートでいくと、えー、今こんな状況です、えー、187ということで非常に低いと。 でまあ、と総合点でこれを足すと、えー、こ,ここまで下がるっていうことですね26位とでまあこの辺の、えー、イギリスル,ルーマニアさ、まあ、韓国も上の方が上この辺よりもずっとそういう競争ではもちろんドイツとかでもド,ドイツやデンマークでも上の方を見るとこの辺にも完全に全部負けてるとで何と言ってもやっぱりワクチネーションレートが低いっていうことがねでもさすごいなと思うのはやっぱりニュージーランドなんですね ワクチンはまだこれだけしか打ててないのに他のところは結構高くて総合スコアが非常に高いっていうのがまああれの特徴ですよねニュージーランドのねっていうようなのも、まあ、まあちょっとあのブルームバーグでちょっと見たのであの一応皆さんとあの共有共有しておきます。これはあの ブルームバーグがしょっちゅうそのどれくらいの頻度でやってるのかわからないしょっちゅうアップデートしててその順位が上がったり下がったりしてるっていうやつなんですけれども、えー、そういうのがありました。でねちょっとそのワクチンに関してともう一つまあ、えーまあ、簡単に言うと日本でチェック,ェックポイントになるのが、まあ、PCR 検査それから、まあ、ワクチンそれからこれはまあ日本固有の問題ですけれども、まあ、病床転換の遅れっていう3つがあるんだけど今日ね実は宮内さんに本当は収録あの 6時半に最初お願いしたのに急遽あの菅総理の会見が入っ,た入って例によってくじ引き9時,9時に僕当たって行かないとちょっとあのせ,せっかくの枠がまたあのおこ当たったのに行使しないとちょっとやばいっていうのもあって宮内さんにちょっと送らせていた頂い,い,いたんだけど会見行ってきたんですよね。でね、まあ、総理の会見はまあ相変わらずあの、まあ、2問か3問の時は全部原稿読みだったので。 でまあ、丸引の,あの視聴者の方はねもう会見の見方は十分熟知されてると思うんですよ。つまりあの総理が質問した瞬間に下を見てチラチラチラ下を見ながら答える時もチラチラ見てるものはあらかじめ質問が事前に提出されてるものなので答えも総理の答えではなくて官邸官僚がもう本当にそれこそ 知能を結集して書いた答え,答えを菅さんんが読ででるものですよと逆に言うとそれでこれかよっていう内容だっていうふうに思ってくださいということ。であの一部のフリーランスや外国記者実は残念なことに外国の記者の中にも会見見て頂ければ分,分かりますけど事前に質問を出しているやからがいるって問題があるんですけれどもねこれが僕から見れば非常に大きな問題なんですけど、えー、まああの。 えー、フリーランスやネットメディアや外国の記者は基本的には事前に質問を出していないので総理は、まあ、質問が来,た来てもまず下なんて見る余裕がない一生懸命聞かないといけないですから質問手元に質問はがないわけだからそれから答えももちろん用意されていないから、まあ、前見てしゃべるとその代わりその答えにはあの全く意味不明のものもあったりするけれど、まあ、あの本音が出てたり場合によってはとんちんンだけど失言、まあ、があったり。うん えー、場合によってはあの本当に行間にあの、まあ、妙な本音がにじみ出たりするということで、まあ、それなりにこう読む意味があるものですよね。でそのように会見はあの今の日本の少なくとも安倍政権菅政権の仕かげというのはまずそあの総理大臣の顔目線を見て、えー、官僚が書いたものを読んでる部分と事前,事前に出してね質問も事前に提出して。 本当に普通の会見のようにその場で町長発射やっているものとの,あのまず見分けて聞かないと意味がないということは、まあまあ、申し上げたとおりでその上でね当日はね尾身さんからものすごい重要な発言があったんですね。あのなぜかにこの総理会見は総理の横にあの政治家でも何でもない方が横になっててなんか一緒に答えるっていう不思議な会見なわけなんですよねだったら尾身さんだけ別に会見やればいいのにって普通思うんだけど、まあ、なぜかそういうふうになってるんですね。 でまああのおみさんが今日あの総理会見でとても重要なことを言ったのでちょっとこちらをまあせっかくなのでご覧ください申し訳ない総理会見なのに総理を使わずにおみさん使うの申し訳ないんですけどちょっとこちらをご覧ください今検査ということがじゅまあ多くの国民の人の関心事でずっとありましたよねで私はもうそろそろですねの検査のキャパシティのはかなり増えてきましたからこれは PCR 検査も 抗原ののの定性検検査査もその他がのこれはもう去年に比べば圧倒的にキャパシティが増えてきましたのでここに来るともう今ちょっとでも具合の悪い人がいればあるいは感染の,あの心配のある人は職場であろうが学校であろうが地域であろうがこれについてどこでも気楽に検査ができるという体制を国自治体がその気になればできるはずなんです。 でこれを一生懸命ぜひやっていただきたいというのが我々の望みであります。あのまあ、今の PCR 検査についてね要するにあのもうお手上げじゃないかともう緊急事態宣言も出ていてそれなのに3000いくつまでその緊急事態宣言下で感染がどん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 増えてるわけですよね。しかもあの政府や小池知事は オリンピックのせいいいじゃななっていう立場なわけですよ小池検察に立ってはですねオリンピックはむしろステイホームに貢献貢献してるとねでいやいや精神的なねその政府の言ってることの説得力がなくなってるでしょ、うん、一方で五輪っていうお祭りやっててね皆さんに我慢しろって言ったって女の子言うこと聞かないから、うん、じゃあ五輪見てる時は家で見てるかもしれないけどそれは。 ネットで見れないからネットで放映権あの獲得できるほどお金持っているネットメディアがないからだけどねそれはねだけど終わったらみんな出かける,出かけるじゃないかとそんなのねしかもみんながみんなオリンピック見てるわけじゃないしそんなものはねそもそもねだからあの何言ってんですかっていうことなんですよただねただその、えー 緊急事態が出ていて日本の場合は、まあ、やたらすぐに強制力がないからって話になってじゃあ強制力みたいなこと言うんだけどいややることがあるだろうとまずきちんと検査体制を作って感染源をその特定してそれを抑え込む、まあ、保坂さんと話した通りですよそれはまだできてないじゃないかと日本はねそれイロハいろはのいなのにそれや,んないや,やってないっていうのにもうできることがないって何のことですかとそれから、まあ、やっぱ病床転換も相変わらずできてないじゃないかと。 何、ね、何やってんだ何のことですかですか、ね、でまああとワクチンっていうのが多分その3つなんですよねだからあの緊急事態宣言出てるのにでもう,で,もうで,いやできることがないのに増えてるからもうお手上げだっていうのは全く嘘でむしろ一番最初にやんなきゃいけないことやってないっていう話でしょ。でそれに対して尾身さんがあそこまではっきりとねあの受,けられ受けたい人がちょっとでもおかしいなと思ったら。 受けられるるような状態を政府が作るべきだと、うん、あの別にお医者さんに行ってかかりつけ医があこれ検査しましょうっていうふうに言われるとか保健所に連絡して保健所があそれなら検査しましょうって言われた時しか受けられないんじゃなくてですよでしかもまあ今のところ検査はそういう場合の検査は税金でやろうっていうあれだからその辺の民間で自分が受けるのって自費でやるのとは意味が違うそれをやるべきだっていうふうにホミさんが言ったっていうのは。 結構すごい発言でしょ、うん、あの若干僕はおみさん切れ気味だなっていう感じがしたんですけど、うん、怒ってるのかなとうんまあでもちょっと遅かったなまあ今更、うん、今更感あるうん、うん、まあ3,0004,000まで、うん、まあ実際はだからそれ何倍もあるっていう意味で意味で意味でワクチンが なななかなかそう簡単には進まない、まあ、今100万ずつは打っているんですけど日本人1億2,000万人いますからねすごい単純に言えば2億4,000万回も打てなきゃいけないわけでしょ、ね、100万仮に100万今行ってますからとかっつってねまあ確かに多い時はでもね、まあ、週末とかちょっと若干落ちたりするんで仮に100万とするじゃないですか240人しか上がるんですよね。 ニューヨもしっかり2億4千0 0万という数字で簡単純に割り算すると240日ってほとんどあのねそれこそ8ヶ月とかかかるっていうことじゃないですか今何月7月うんそうねもちろん年越しですねまあ来年の春ですよ、ね、いいうんしかもその間もねデルタ以降の変異株もあるからそうですね,ねどうなるかわからないですね本当にうん、うん、っていう状況なので、うん、まあまだまだちょっと えー、悩みは尽きないのかなと一応ね、まあ、じゃあちょっと数字だけ確認しておきますよ確かに政府が言うように、えー、とこれですねあの新規、まあ、感染者の割合というのがですねこれ見るとですね、えーとまあ、7月に入ってからの年齢別構成これは一応まあ言い方が正しく新規陽性者数、まあ、要するに日本でいうところの感染者数ですよね。うん、確かに、えー、いわゆる、まあ あの若年層って言ったら変ですけど若い世代まあこまあ例えば緑以下が50代以下だと緑以下50代以下ってここから下ですよねこれだけもう感染者のうち50代以下っていうのがこれだけになってるんですよ、うん、もうあのこの辺はまだあでもまあこの辺からもう比率としては的なま変わってないのかなでもまあとにかくその50代以下っていうのがもうその 感染者の中では圧倒的に若い人が多くなっているもうちょっとわかりやすいのが確かあったなこれか新規陽性陽性,陽性者の、えー、年代別っていうのを見るともうこの、えー、これですねこの水色が20代それから黄緑色が 20,、まあ、20代30代が水色か。か40代50代が緑でその次が20代未満、まあ、まあ10代20代ですよね。 でもう高齢者はまあこれだというこういう状況です。だからまあ感染者はまずその非常に若いとで当然のことながらそれは重症者にも反映されると重症者であの高齢七十以上の重症者っていうのはここからガーッといって出てきてほぼ横ばいなんですよね。それに対してこの六十代もほぼ横ばいまあワクチンが六十五歳以上打ってますからね。ただ四十代 それから20代30代っていうのは、まあ特にこの40代が増えてるって言われてたのはこれですね。40代50代か、まあバーッと増えたと重症者がっていう、えー、これはあのパーセントではなくて絶対数なので実際増えてることは間違いないとまあいういうことですよね。なんかありますか宮原さんここについてはいやもう特にないです。うん まああの、まあ、最近のニュースだと、まあ、乳幼児でもね入院している人が出ているっていうことがありますからワクチンをしたおかげでね、えー、重症化する人が減った高齢者っていうファクターだけではなくてつまりワクチンワクチンネーションファクターだけではなくてあの新しい変異株の特性として 若い人を重症化するんじゃないかっていうことを考えておく必要は今ねアメリカでしきりと問題になっているのが、うん、アメリカも今またちょっと感染爆発が起こるんですよ。でねアメリカの特徴は感染爆発、うん、特にクラスターが起きたところでは圧倒的にその多くの人がすで、えー、にもう2回ワクチンを受けてる人なんですね。で,ね、うんでえー、ワクチンを受けても、まあ、感染はすると。うんで ただし、えー、ほとんど重症化してない。だからあの重症化を防ぐあの力はどうやらワクチン、まあアメリカのバイファイザーとモデルナが圧倒的に多いんですけど、あのまあ、ほとほ,ほとんど全部そうなんですけどもね、まあ認知症とまあアメリカ,、まあ、ア,メリカアメリカですからあの圧倒的に多いんですね。それでね、ただもう一つアメリカでし今引き連れておいていることが、えー、なんだけど重症化はしないんだけど。 無症状とか必ずしも本当にあの超軽症でもないんですよ。つまり軽く熱が出たりまあ、中等症とて言われるようなもの。それからね。あの元々の言われていた。コロナの特徴である味覚や聴覚が。なくなる症状はワクチンを打った人が感染しても起きるそうなんです。だから症状は出るんですよ。ただし。 あのいわゆる、まあ、あの重症化して,かてと,、うん、とか病院に入院しなきゃいけないようなところまでは行ってないあるいは行かないでもそれは同時にこれはあ,のあるドクターがインタビューで答えたんですけど同時にアメリカではもうそ,のそれなりに検査体制とかも進んでるのでそうなる前に陽性が分かって医療を受けるから重症化をしないっていう面もあるので。その えー、重症化をしないっていうふうにそのつまりワクチン打ったから重症化しないっていうふうにその言い切るのもちょっとちょっと慎重であるべきだとでしかもアメリカはマスク誰もしてないんですよでイギリスは7月19日に全部 OK にしちゃったんですよ。でどうもそれが早かったんではないかというのが今の CDC がちょっと今一生懸命議論してるんですけどもうマスクいらないっていうふうに CDC があの発表しちゃったんですね。だけどもしかしたらちょっと早かったかもしれないということに今なってるということのようですアメリカは。だから、まあえー、ワクチンさえ打てば ノーマルな日常が戻るっていうほどことは甘くないかもしれない、ね、ということですね。じゃあまあコロナの方はそんなところで、うん、よろしいですか。はい、はい、じゃあ今きょうので金の、ね、映画、えー、特集のほうに行きたいんですが今日最初はですねこのアウシュブッツディの、うん、今日ちょっと最初にご紹介した映画はですね、まあ、トレーラーがあるのでじゃあちょっとこちらまずトレーラーからじゃあご覧いただきましょうか。今ちょあの 今日から実はあの、ね、公開,、はい、公,開公開の映画で映画なんですけれども、これはあの、えー、チェコ、えーっと,えー、っとですね、チェコドイツの合作映画というもので、まああのメジャー作品という感じではないんですけれども、ただ実はまあアカデミー賞候補になっている映画です。ちょっとこちらご覧ください。<music> 1944年、アウシュビッツ・ビルケナウ収容所。ハッハフリング29162、バハク9。遺体の記録係を務める若きスロバキア人。スロ<バ>キア

こちらですね「アウシュビッツ・レポート」と。でまあ,あのアウシュビッツとかですねホロコーストをあのテーマにした映画っていうのは、まあ、本当に数多くあってそれこそ毎年あって、えー、それこそシントラ,シントラーズ・リストとかですね、まあ、いろいろあるわけなんですけどこれはあの若干 ユニークと言ったらあれですがそこで起きたことをなんとか外に伝えなきゃという、まあ、伝えようとするやつらとそれをそいつらを逃がすためっていうかそれを伝えるために逃がすために、えー、自ら犠牲になることもいとわない同じ、まあ、そのセルっていうんですかその収容所の仲間たち の物語っていうかもちろん残虐性は例によって十分に描かれているんですけれどもテーマがそここなんですよね、うん、伝えることだからちょっと私なんかからすると若干自分の職業にもそのちょっと関係してくることでね命をとして、えー、それを伝えるために脱走しなおかつそれを脱走させるために。 えー、自分たちの,その身を呈した人たちがいたからこそ今我々はそこで何が起きたのかについてファクトとして知ることができてるけどものすごく極端に言っちゃえば彼らがいなかったらなんかそんなことがあったっていう話もあるけど。うん 本当のところよくわかんないんだよねわ、ね、かんんないんだよねっていうふうに書き消されてた可能性っていまだに否定する人っていっぱいいるんですからいま、うん、だにね今でもエンドロールでそういうねそうそう,そう,そういうことを否定する否定する勢力は常にあるんだと、うんうん、でもあそこでもうああやってだってあの時代で彼らがそこで逃げてきてあの思いをして逃げてきて書き残してもう7か月だっけ、うん あまりにもひどいからっていう理由だけどね「Too good to be true」っていう言葉あるけど「まあ、Too terrible to be true」っていう話もあるんですね。ねであまりにもひどいからあの信用してもらえなかったということなんだけど、うんまあ、国際赤十字にね。でも、うん、本当にそれはあのちょっとテーマとしては、まあ、ユニークかなとも思ったりもしたんですけどまずどう,どうですか宮根さん映画,の映画の批評をお願いします。う まあ、多分2つポイントがあって1つは順保さんがおっしゃったことで、はいうん、基本、えーまあ、公共性とかね、まあ、みんなのためっていうのが、うん、あの実際どういう実践を意味するのかっていうこと、うん、あるいはその公共性あるいはみんなのためっていうこととその情報伝達のためにあの我が身を投げ打って命をですね投げ打って貢献するっていうその営みの。 あの例えば実際に大きな歴史的な意味を果たしたっていうね事実これがあって僕たちは初めてそこで歴史があったということを認識できるようになっているわけですよね,そうですねだからアウシュウィッツのこういう事実があったってこれはもう動かされない事実で、えー、それについて陰謀論だなんだかんだリビジュニストたちが言ってるのはそっちは妄想だっていうふうには僕たち断言できるのはこの,この映画で描かれた2人の人 まあ主人公たちっていうか正確に言うとその彼らを情報伝達者として送り出すために犠牲になったえその本当にあの収容所に収容されているたくさんの人たちですね救急の人たちうね、うん、だからそういうまあ本当にあの映画として言えばもちろん感動的なんだけど僕たちの歴史がこういう犠牲の上にえ簡単に言うと事実として受け取れるような形で成り立っているっていうことがやっぱりすごい。 ええ、や驚くべきことですよね。ね僕ははっきり言って知らなかった。で、しかも、うん、当然その時彼らは、うん、自分たちがやったことが今何ですか？七十七十何年後ですよね。うん、にそういう意味を持つっていうまあ。 想像はしたかもしれないけど具体的にそういう意味を持つかどうかっていうことは本当は分かってないわけですよね、うん、むしろ自分たちの収容所にいる仲間たちやれこれから送られてくるユダヤ人たちを中心とする人たちを助けたいと、うんえー、そこが多分メインだったでしょうねむしろそういうよりまあ近視眼というとちょっとあれですけどよりもっと近いところを見て考えてたんだけど結果的に歴史的な意味を 持つわけですよね<う>だからあのまああんまりちょっとその昨今の公文書の話とかに行きつけて考えたくはないですけど <laughs>、うん、やっぱりすごい重要なわけですよね、うん、その記録を残すと残しとくっていうことがあるいは残さないっていうことが後のようにどういうような影響を及ぼすかってことはその時は。 どんなに頭のようにいい人間だって到底想像でできないわけですよねだって50年後の世の中がどうなってるかなんて絶対誰にも分かんないんだから。うん、文明史的あるいは人類学的に言うとね、うん、あの僕たちってもともと無文字だったでしょ。うん、で無文字だった時には社会はとても小さな規模だったんですよね。うん、で文字がベースになって文明化するのは大体今から3,000年ぐらい前から。 でそれ以前から文字はあったけれども行政側が使ってなかったので文明化にはつなつながらなかったんですよね今、うん、宗教的な利用だったんですよねさてそのなぜ文字が文明化に役立ったのかっていうとそれは人間のその記憶のその飽き曲線うん、うん、まあ、あるいは風化していくその流れ速度に比べて記録っていうのはあの記録が失われていく速度ってずっと遅いんですよねうん、うん えなのでまあ分かりやすく言うと文字がなければえ記憶を頼るしかなかったのでえ忘れ去られてしまうがゆえに伝承できないものが文明では文字があるがゆえに伝承できてだから情報の蓄積性が上がってえそれによってまあ情報蓄積された情報の豊富さによって複雑なシステムを維持できるようになってるっていうねえそういう構造があるんです。ということは逆に言えば。 あの記録を大切にしない人たちっていうのは、えー、所詮あの記憶に流されていくのでみんなが忘れちゃうと、えー、伝承されていたはずの知恵をそこで途絶するということだから、うん、実はあの記録を大切にしない社会はつまり日本はその劣等性ゆえに滅びていくっていうことを まあ、この映画も示しているっていうふうに考えていいでしょうね。まあ、よく宮台さんと話す。その、まあ。記録や、あるいは、情報っていうものの特殊性っていうことになるのかもしれないけれど。あの、それこそ鍵のかかった箱の中の鍵問題っていうのは、もう。第一回も、まだ聞から使っている言葉ですけれどもね。あの、いまだによく、これを僕らは言われるわけですよ。例えば、なんか。危ないところに。 行くと行って何かを報じると「うん、何でお前あんな危ないところに行ったんだ」っていう例のやつですよね。で,お前はであそここが危なないいいとろだだっっっててて知るんう話じゃないですかでレポート見て危ないことを知って「うん、で何でお前あんな危ないところに行くんだ」って言われてもなあっていうところはあるじゃないですか、うん、まさに鍵のかかった箱の中の鍵問題なんですけど、うん、だからその行ってみたから初めて危ないって分かる,分かるのに。うん 結果的に危なかったからお前危ないとこに行ってそんな政府に迷惑かか,かってどうするんだっていうふうに言われるっていうパターンなんですよねそれはね。であのそ,こがそこに対してのアウェア熱がどうもそういう行為を批判する社会というのは結局は低いだから宮根さんが言った日本が滅びる論の中の,その同じようなところがそこ要するにそこに対してリスペクトだけリスペクトだけ認識がどうも 弱いんじゃないいかななと思っていてのでねその問題がこれから申し上げたい第2の問題に関わっていて、うん、でそれはむしろあの第一の問題よりももしくはそれはどうして第一のようなつまり記録を大切にできないような態度が生じるのかってそれに関わることなんですよね。うん、で以前この番組であの、うん リハルト・バイツデッカー大統領、まあ、ドイツが東西統合するときに大統領だった方なんだけどの1985年の大統領演説っていうのを実は何度か紹介したことがありますよね。で彼はあの罪と責任を分けたんですよねで、まあ、最近僕は小山田敬語問題で別の番組でねその話を持ち出しているんだけれど、うん、まあバイツ・デッカーの言ったことをまず皆さん理解してほしいんですね。で罪って 例えば謝罪と関係するけど過去に関わることであり謝罪することでその過去に手打ちができたり過去のことをまあ要するに清算する、ね、まあこれで過去のことはもう蒸ち返さないと相手も謝ったんだしあるいは僕も謝ったんだしみたいなね、えー、それにつながるわけです。でこれってまずいでしょう,っていうのがバイツゼッカイ大統領の言ったことなんですね。でじゃあ何が,何がまずいのかっていうと。 これだと伝承でできないんですよ知恵を、うん、でしたがってバイツ・ゼッカンによるとね過去について手打ちすることに関わる罪よりも責任の方が大事だっていうふうに言ったんですね。で要するに未来英語にあたってあのドイツの、まあ、自分の親や先祖たちがやったことについて責任を取り続けるっていうことが大事なんだ。うん ということなんですね,でねその意味がよくわからないっていう人もいるだろうと思うから最近まあおととしぐらいからね国分耕一郎さんが中道体ブームをまだ再燃させたのでね、うん、中道体っていうことに引きつけて言うと、うん、っていうかね正確に言うと僕はこれは廣松渡先生から10代の時に あの個人的に教わったことなんだけど、うん、あの責任というのはコールされてリスポンスできる可能性のことを言ってるんだというのが広松渉さんの言い方だったのねコー,コールされてリスポンスできること、うん、だからリスポンシビリティでコールされるというのはどういうことかっていうとね、うん、そこに困っている人がいた時にその世を見てしまったことでもうコールされてるんです、うん、でそれに従ってそれこそよきサマリア人の例え福音書のように思わず体が動いて助けてしまう。うん といいううことがまさにリスポンシブル、ね、反応でできてるっていうことなんですよね。で、国分公一郎さんは医学書院からねあの中道体の世界っていうものを出していることに象徴されることだけれどもともと責任とはそういうものなんだ呼びかけられて思わず体が動いてしまう心の体勢が動いてしまうということがそもそもの責任でマンデートがある指令があるポジションがある、えー、だから責任を果たさなきゃいけないっていうのは二義的な話なんだよね。 っていうポイントなんですね。責任っていう言葉が役としてよくなかったのかもしれないもしかすると、responsibility と責任じゃ意味が違うんですそうですよね。うん、じゃあちゃんと応答できることってことなんですよね。responsibility 応答、応答力、応答フォローカか呼ばれた時にちゃんと答えられるってことね。それにね。そうなんです。でね、あのバイーションのロジックの背後にあるのはね、あの実はこのこういう透徹した思考なんですよ。つまりこれからもね、あの ドイツがあまりにもひどいことをやったために、まあ、被害者はそれを忘れることがないし私も被害者だっていうふうに次々に被害者が出てくるだろうということなんですよね。でなのでその時にまあそれこれからどんどん出てくる被害者あるいは記憶を忘れない被害者に対してドイツ人が永久にそれにリスポンシブルであることによって初めてあのドイツあるいはドイツ人はあの欧州で世界で。 信頼を獲得できるこれはもっと言い方をするとドイツ人あるいはドイツは人類の味方だと思ってもらえるというそういう発想なんですよねで。あまりにひどいことをした以上ですねドイツあるいはドイツ人にとっても謝罪をしてそれで手打ちしてもらうよりも永久に被害者あるいはその家族が忘れずにドイツドイツ人を追求し続けることによってねいつもそれに対して永久にドイツドイツ人がリスポンシブルであることによってどん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  えとドイツドイツ人に関わる信頼が、まあ、情勢ですねビルディングされていくんだよっていうのがイハネクバ,リバイツ・ゼッカーの,の言ったことの一つのポイントなんですよね。でもう一つドイツとかドイツ人っていうねあのカテゴリーまあ簡単に言うと看板をね、えー、今後背負っていくのであれば、ね、あなたはあるいはあなた方はねそのドイツドイツ人っていうその看板に関わる やっっぱ責任を負っている、えー、つまりそれは、えー、ドイツドイツ人自分たちがドイツ国民だとかドイツ人であるっていうことによってね当然コールされれななけけばいけないあるいはコールされてレポ、うん、ースレスポンスしなきゃいけないことが必ず出てくるのであって、ね、それに応えるのでなければあの実はドイツあるいはドイツ人の、まあ、コモンズ、えー、あるいは共有罪を、えー、利用する資格がない。 っていうね、そういうういところまでで及ぶよよなな議論なんですよ、ね、だからあの僕は大山田敬語問題、えーまあ、彼,彼の名前をね特に強調したいわけではなくて、えーまあ、過去にこんなにひどいことをやったとでそれが暴露されてしまったっていう時にはね謝罪して終わるっていうことはちょっとありえなくてあのバイツ・ゼッカーのロジックを引けばもうあの何かというと蒸し返されて。 し返されるつまりコールされるたびにレッスポンスする、うん、そ,そうねそこでちゃんと自分は未来永劫にあたってリスポンシブルなんだっていうことをね示すことで信頼を取り戻していくっていうやり方しかないんですよね。であとあのエンセンスベルガーっていうね僕の大好きなドイツの現代詩人がいて「何よりもダメなドイツ」って。 っていうね、あの著作を60年代、1960年代に書いてるんですよね。で、これは僕の見立てでは実はバイチェッカーのスピーチの下敷きになっている発想だろうというふうに思ってます。うん、でね、あの何よりもだめだめなドイツっていう本が言ってることは本当にただシンプルで、ドイツ人は謝罪して終わっちゃダメだと。何がダメだったのかということをはっきりさせる。 どういう状況であそういうことをしてしまった、うんえー、それはこういうところがダメだったからで、えー、それが分かっているから今そのダメさを克服するためにこういうことをやっているしこういうことをやってきたっていうふうにの悪かったっていうふうに頭を下げて相手に許してもらうのではなくてとりあえず自分はどこがダメだったからこういうことをしたんだということを永久に言い続けることによって。うん えー、信頼を獲得せよっていうことなんですよね。えー、そうすると日本人ですとか謝るでしょで謝ってまあヤクザの手打ちとよく似ていてね。まあ、あの会話がすいませんから始まる人多いですから、ね、そうなんですよね。で何か言うとしつこいなあとか謝ったじゃないかみたいになるんですよね。でこれは日本人の劣等性そのものだというふうに僕は思っていてドイツは確かに文化として謝らないっていうところがあるんだけれどでもそれを逆手に取るっていうやり方を彼らは知っていてね。 そのリハルド・バイツ・デッカーだけじゃなくて多くのドイツの政治指導者って実はドイツ国民って実は結構顔面でナチスのことについても反省したくない人がたくさんいたんだけどそれをねそれがドイツのためになる君のためにもなるっていう説得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 をして話をつなげてきたその説得の一陣に初期の段階ではヤスパースもいたしエンツェンスベルガーもいたってことなんですよね。 でその時の議論はその要するに先取りしているんですワイツ・ゼッカーをで悪かったじゃないとどこがダメだったのかってことを絶えず言い続けだから自分は今何をしているってことを絶えず言い続けるそれしかないんだっていうのがエンゼルス・ウルカーの思考ですよね。だからアポロジーが問題なのではなくそ<う>リスポンシビリティが問題なのではあるっていうことなのねそ,<う>それはね。 あの毎年たくさんのナチス映画が作られてるでしょ、うん、でこれはねあのエンゼンスブルガーとかイーハルト・バイツ・ゼッカーの,あの発想からするとドイツ人にとっての福音なんですよグッドニュースなわけなぜかっていうとその度に人々は忘れずに思い出してくれるでしょ、うん、でナチスってひどかったなっ、ねうん、ナチスドイツって一体何だったんだよって学問の世界でも絶えず言うつまりドイツ人は絶えずコールされるんですよ、うん ね、絶えずコールされるでそれに対してドイツだってこれ今回の映画もあのあのそのアイシュビッツ・リポートもドイツ直合作だからねですよドイツが作ってるんですこれを。本当にあの毎年実はドイツがヒトラーに関する映画を作ってるとかねナチに関する映画を作ってるっていうのを。 あの多分ですねあの劣等な日本人にはよく理解できない劣等って日本人全体か劣,、うん、劣等ってわけじゃないけど列な人が国人に多いんだけどね理解できないと思うんだけどあの、まあ、もう一度言ってるうこれはドイツ人にとって、えー、みんなに思い出してもらって、うん、で今のドイツ人はそれどう思ってんだよっていうふうにコールしてもらっていやだからこういう映画を作ってると、ね、毎年作ってると。 でだからそれは証拠にはならないんですよ。また次の年、その次の年に考慮されるね。だからまた映画を作る、永久にナチスの映画を作り続けるね。これがドイツの所生術ですよね。まあやればやるほど今のドイツの信用が上がるっていうことなわけですね。うん、そうなんですよね。うんうん、だからまた逆であのドイツはあのヨーロッパで名手としてのまあ EU の中心のポジションっいうのを取ったわけだけど。 日本ではそういう位置を取ろうと思ってもまあ多分今後永久に取れないですよね逆,逆の今ポジション取っちゃってますからね、はい、それは日本と日本人の劣等性に由来するんだということを今の罪と責任問題から理解していただくといいと思いますねま必ず出てくるセリフが、うん、いつまで謝り続ければいいんだっていうセリフと、うんうんうん あと、まあ、日韓関係は何々条約を持って決着済みっていう一言みたいなので、うん、が大体常套句になってるとそのリスポンシビリティっていう観点から言うと、うん、いかにもお寒いやっぱり考え方ですよね、うん、それはね,そ,ねそこはね。うん、なるほど、まあ、あとはねコールコーリングのコールはその究極的には上からね点ですからね。うん 天職のことをコーリングって言いますからね。あの英語ではね。あとせっかくみやさんが言ったから、一つぜひみやさんにあの聞いたこうと思ったんだけどさ、さっきグッドサマリタンの話みやれさんしたよね。よくサマリア人の話ね。日本ってあの法体系の中にそのグッドサマリタンローが入ってないんですよね。で、日本のお医者さんならみんな知ってますけど、要するに あの日本の飛行機の中で「お医者様いますか?」って言うじゃないですか。うんうん、であそこでお医者様が「はい」って言ってなんか誰かが病気になっているのをそこでその、まあ、しょうがないからしょうがないからって言っても見たとしてで必ずしも例えば心臓があの専門じゃない人がそれを見て死んじゃったりした時にあのまあ要するに。 欧米ではこれグッドサマリータの労をですよ。もう困ってる人が助けたんだからってことで一応その、うんえー、法的な刑事責任は免却されるんですね。うん、日本はダメなんですよね。だから日本の教えとしてはそんなもうわからなかったら、まあそういう時に医者お医者様ですって手を挙げてはいけないんだと。うん、で実は前に皆さん紹介しなかったっけ？アンケートで六、うん、割だっけな、うん、医師医師が自分は手を挙げないと、うん、お医者さんいますか？って言われても。 あの要するに法的に守られてい意外と医学部でそれを恐れる恐れまあそれは正しいのかもしれないけどな,なんでそれない,ないんだろうって思うんですけどやっぱそれはやっぱグッドソマリタンっていうのがあれですかキリスト教的なやっぱ考え方で日本の法体系にそれを組み込んでないっていうそういうことなんですかこれは。 うん、あの全くその通りですよねあの法的一貫性について敏感ではないという劣等性もあります例えば緊急避難とかっていうことからもある正当防衛っていうことからもあるつまりあのかけがえのない何かを守るためには仕方なく何かを犠牲にするということがありますよねだから正当防衛ってそういうロジックだし緊急避難もそういうロジックですよね、まあ、片や刑法出し片や刑法と民法両方にまたがりますけれども。 あの医者なのでやむにやまやれず何かをしたとでそれはとても尊いことであるともしかすると専門外なのでミスをするミスをすればね、えー、刑事的に訴追されなくったってかなり不名誉なことですよねで,でもリスクを犯して手を挙げてくれるっていうことはと尊いことだとそれは尊いといたらどうなるってことです,優先順位からすればね あのミスをするっていうことよりもそこで手を挙げてくれて助けてくれることの方が重要だろうっていうふうに思うっていうね、うんえー、そういう人輪上の優先順位、えー、それを日本は一貫させてないと、うん、人がが薄薄いいいとともも言言ええるし一貫性についてのセンスが薄いとも言えますよね、うん、だから日本では、まあ、お医者さんはそういう時には手を挙げるのは本来は 法的にももすべきででことではないし、うん、やれば損だってことも皆さん、うん、結構多くのおさんは知っているので、うん、やるとしたら単純にもう個人的な正義感とか義経心からついついやってしまうっていう、うん、でそれは下手するとお医者さんじゃない人だって多少あの知識があれば助けようとしちゃったりするかもしれないけど、うん、あのそれと同じ扱いになっちゃうってことなんですよね。よね素人が変なここととやってそこで助けてそで助けようとしし失敗したら、まあ 罪に問われるじゃないですか、うんね、そ,のそのせいであの死んじゃう場合だってあるんだからね、うん、頭上げちゃいげない時に上げたり下げちゃいげない時に下げたら死ぬかもしれないじゃないですか、うん、であのお医者さんもそれと同じ扱いになってしまってるってう、ね、でも本当にひどいと思いませんかそれって、うん、だから手を上げないっていうねこれも知ってても知ってても手を上げない,いう、ねうん、そうそれで死んじゃう人もたくさん今までいたでしょうねうん、うん だからでもそれって議論ないのかしらグッドサマリタンローはやっぱり導入した方がいいんじゃないかと例えばそういう場合の非常事態における意思がね。 自分の専門外ででもそれもねさっき申し上げた日本人の劣等生そのものでね例えばそれで医者が手を挙げなくて死んじゃったケースっていうものがたくさんあるに決まってるわけですよそで,、ね、でそのケースによってコールされてだからレスポンスしなきゃいけないんだっていうふうに思わず思うかどうかっていうねつまりそこでグッドサマリタンにまさに番人がなれるかどうかっていうところで劣等か劣等じゃないかが決まるんだけど日本人は劣等が多いことですね。 うん、まあちょっとグッドサマリタンもどっかで本当は議論しないとまずい、うんうん、まあそもそもその概念自体を知らない方も実際は多いでしょうからう、ね、よ,よきよき隣人っていうふうに言うのかもしれない、うん、グッドサマリタンローですよね、はい、でもあの法体系に実は欧米ではそれが入ってるんですよっていうことを聞いて驚く人もいますから、うんうん、グッドサマリタンロっというものがね、うんうん、まあそれはちょっと。 えー、勉強ししてももいいいかもしれないですね、うん、えっとこの「アオシュビッツレポート」について何か他にありますか、えー、っとこれはだから、ま、あのほとんどチェ,コのチェコ人のキャスティングなんですね見るとね、うん、でだから合作になってるけど、まあ、ドイツがバックアップしたっていう形かもしれないですねチェコ、うんえー、スロバキアれからごめんなさいねこれねチェコとスロバキアは今別の国ですから。 スロバキアとチェコとドイツの三カ国の合作です。ですうん、チェコスロバキアっていうふうに一個に。しはいけません、ねあ,のまあ、スロバキア人が主人公なんだけど、はい、スロバキアが重要な役割になってますよね。はいはいはい、スロバキアで、そうです。うん、主人公はチェコではなくて、スロバキア人です。僕らはやっぱもうどうしてもチェコ、チェコ、チェコとスロバキアっていうのが一個。 一つ口くちっちゃってるけどあれはもう向こうでは完全に分かれてますからねそれはねあのこれはスロバキアスロバキア人あの2人はスロバキア人なんですよねその逃げた2人っていうのはねうんだけどあのまあぜひ本物見てほしいですけどもうかなり早い段階でそのこのまんま一緒に収容所に出れば全員死ぬとって,って2人だけ選んであのなんか あの具材かなんかが置いてある。その下に穴掘ってずっと隠れてるんですよね。要するにそのまず生き残るためにそのそっからもうその逃がしとくとで、彼らは隙を見て脱走させるんだけど、まず脱走はずっと後なんですよね。まずはそ,そこにいたらもう時間の問題でガス室なのか何なのかわかんないんですけど、殺されるということが分かっているから、もうあらかじめそこから避難させておく。 ででもいないぞあいつらがっていうことにその一人は実はナチスに命じられて死体記録係をしていたんだよねだからどれくらいどんな人が死んでるかいだから彼を何としても送り出さなきゃダメなんですよね一生、うん、の話ですからね一生人ですからね、はい、そうなんですよねでもそこで隠れているところで結構いろいろ見えるんですよ逆に言うとねあの州あの兵舎っていうかあの中にいれば見えないことがあの隠れているところからちっちゃー隙間から見えるんですよね 結構またそうじゃない本来の処刑場じゃないところでばんばン人が殺されていることも分かるようになってるんですけどね、まあ本当ひどいひどいひどい描写もありますけれどもあの、まあ、あの実は94分しかない短めの映画なんですねあの1時間半しかなくて、はい、ただ非常に1時間半の割には非常に重いあの映画で、まあ、毎回東ヨーロッパ系の映画 1, 1個とか2個選ぶじゃないですか。 どれも重いっすね、どれもねこの間ポーランド映画とかもとてつもない <laughs>、とてつもない映画1回紹介しましたけどね、はいまあじゃあこれはちょっとぜひ見ていただきあの今日今日から公開で、ですね、まあ、東京はあの全国で公開してますから、まあ、あんまりメジャー系のところではないんですが、東京は。 あのヒューママントトラストシネでですねとかですねねとか新宿武蔵野間とか、えー、池袋シネマロサとかそういうところでやってますが一応全国で見るとあのリスト見ると全国で、えー、やってますのであの、えー、こうやってね毎年作られるのドイツが作っているナチスあるいはナチに関する映画がね、うんうんうん えー、本当に毎年全国で全世界で見られるというのはすごいことでしょだから絶えずコールされてレスポンスするっていう意味でやっぱりドイツは全体としてリスポンスブルですよねススポン,ススポンスとアビリティですよね。そうで,すねでもこれをやっぱり日本にでちゃんと紹介しようと考えてね、うん、これにちゃんと字幕をつけて日本で配給しようと。うんうんうん でまあ、これだけ一応全国、まあ、小さな映画館かもしれないですけど、うん、配給しようって人がいるっていうことも非常に尊いことだと思いますのでまあコロナ禍ではありますけれども、うん、ぜひあの見ていただければというふうに思います。じと次これでにでいいの、うんうん、これはですね今大ヒット上映中とちょっと若干ギャップがあるんですけれどもアウシュビッツレポートからいくとですね、うんえー、これはまあ宮内さんからいろいろって私も見ましたが。 アニメです。そばかすの姫。あの、うん、まあ、どうぞ、皆さん、まずご紹介からお願いします。まあ、ジムさんからね、あの、第一印象を伺っていて、それは僕の第一印象と同じで。はい、僕はめちゃくちゃがっかりしたんですね。で、がっかりしたんだけれど、話はそこで終わってなくて。この映画、実は、あの。はっきりと評判いいです。売れてんだ。 売れていますし<当>まあ一人置きっていうふうな緊急事態宣言下の東京の状況だけれども、うん、毎回予約を取るのがとても大変なぐらい世代的には世代的にまあい若い人が多いですが大体、うんえー、10代、えー、20代30代40代、えー、かなり幅広く見てもられています。いであの、興味深いのはねあの えー、これってあのデジタルネイティブ第一世代であるやっぱりミ,ミレニアル世代ミレニアル世代って85年から95年ぐらいまで生まれているって言われてるんだけど、はい、をやっぱりターゲットにしていると見えてあの実際その世代の人たちの受けはめちゃくちゃいいんですよ。あそ,うそれはなぜかっていうとあのご覧になれば分かるけれども基本例えば TikTok とかね えー、インスタグラムのような、まあ、自分を持って、えー、いろんなことをやったり目立とうとしたり、ね、そのためにいろんなことをやったりっていうね、えー、そういう世界が描かれてるわけです。でバーチャル空間っていうのは盛られた世界だでまあ簡単に言うと自分じゃない自分になれるので、えー、だからどうとでも粉飾、まあ、決算もできる実際の自分から見た場合に遠い存在として、えー、あることができると。 でも映画全体としてあの最後に結局、えー、顔をさらすことがね、うん、あの倫理的な存在になることにつながるんだっていうオチなんですよ。あの本当のことを伝えたければ本当の関係を結びたければ顔をさらせと、ね、アンベイルしなきゃいけないでしょアンベイルしろと。皆さんねこの番組でも扱ったですねアリー・フォルマン監督の「えー コングレス未来学会議を思い出していただきたいんだけどあれはねあ,あの,あの今はもうだいぶ昔で、ね、2017年ぐらいの作品だったと思いますけど16年ぐらいかなあの全然違うつまりあの原作があれ1960年代後半なんですけどもうだから60年以上前の原作なんだけどあの、まあ、原作と,とともにそういうメッセージじゃないんですよね。でむしろバーチャルな世界でこそ 人間が倫理的になれるる可能性もあるんだ。でそれはなぜかというとその要するにバーチャルの外側にあるリアルな世界がどういう世界かによってリアルバーチャルの感覚あの関係についての倫理的な感覚は変わるぜっていうのがまあストニスラフ・デム、えー、並びにそれを監督したアリ・フォルマンの考え方なんですね。でまあ、それをちょっっと頭に置いてって欲しいいててしんだけど、まあ、顔を晒せよ ね、顔をさらせないでなんか倫理クなことを言ったって始まらねえだろうでこれは、えーまあ、ある種、えーまあ、映画史を知ってるものから見るとちょっと反動的に見えるようなえどうなのっていう感じが残るところです。でもちろんそれ以外にもね、えー、この「そばかすの姫」であるズ がですね、まあまあバーチャル世界でベルという歌姫を名乗っていてこれ「美女と野獣」の主人公ベルでもあるんだけれど、まあ、それはいいとしてあのまああの、えー、あ鈴そうですねでのネット世界の自警、まあ、団みたいなやつらがいてこいつらに追われてですね大暴れしている竜ですよね。で,ねで、まあ、これを この人は本当はいいかもしれないって直感して鈴、まあ、が助けようとしていくんだけどなぜか鈴があの誰もが血眼になって探している龍のイワを探し当ててしまうっていうのをえっと、なんで鈴にだけ 探し当てられるの説明は全然ないバーチャルの中の話ですと多摩川沿いに住んでるいやいやあ、まあ、全部そう <laughs> バーチャルの世界でもそうだし玉川園でもそう <laughs> 武蔵小杉の摩天楼が見えたから多摩川沿に住んでるって分かったんですそうなんですよね <laughs> でそれも説明を不足しているし <laughs> あのまあちょっとサマウォーズ似てるけどね年 <laughs> 取ったばあちゃんたちお年寄りたちがみんなその主人公を応援してあの打って一丸となってね <laughs> えー、その彼女の思いをかそのまあ遂げてあげようみたいなね、うん、助けてあげようみたいなのもまずねそんなおばちゃんって、まあ、現実的にいるかよって問題もあるでもそれもさることながらあの作劇場をはっきり言って僕はノイズだと思いました、うん、そういうそれはそこが問題じゃない今回はね。であともう一つあの僕が見て直接的なやっぱりすぐに見て違和感を感じる。うん ところは、その、なんて言ったらいいかな。あのまあ、みんな善人すぎるんだな、はっきり言うと。まあ、あの、むしろだから、あの、正義の味方みたいなのが。 唯一悪者ととしてあはみんな人でした、ね。そうなんですよね。うん、で正義を振りかざしてるあのスーパーマンみたいなやつだからが悪者でしたね。でそのことに僕が違和感を感じるっていうことはね今回あんまり大事じゃないのでね大事なことをお話をするとあの実は1985年から95年まで生まれたあのミレニアル世代の後に生まれたのを Z 世代って呼んでいてこれがデジタル性ネイティブのセカンドジェネレーションなんですよね。はい でこの両方の間には実はものすごいギャップがあるんですよ。うん、でねあの僕何人かあの僕の知る限り Z 世代とその上のミレ,ミレニアルにこの映画について話を聞いてあのその感想にえらい違いがあるってことに上天してるんですよ。うん、でねあの僕の長女はまあ15歳でねまだ中学生なんだけど、うん、まあ一応 Z 世代なんだけど。 あの僕はこの映画を見る前に帰ってきて、まあ、カンカンに怒っていてねでいやあのそれはあの僕が予告編で見た感じだとその、まあ、最近のね「あの新エヴァ」とか「新エヴァンゲリオン」とかいろんな映画にありがちないきなりなんか昭和の風景みたいなのを出してきて、ね、昭和の風景とその昭和の風景にマッチする善意の人間たちみたいなでそういうある種の反動性があの頭にきたのかって聞いたんですよ。 いやそしたらそれはいいとあのそれは細田印だと、うんね、それは細田印だっていうことでいいと頭にくるのは、ね、顔を晒せっていうね素顔進行これありえないから、うん、なぜありえないかっていうとね今ね TikTok これあのインスタと似てるけど、まあ、動画ベースなんですけど、うん、TikTok でね例えば誰がバズるかっていうと例えばね 韓国の有名な美男の俳優さんがいるんですよ。でめちゃめちゃ美形なんだけど実は私はかつらで本当は素顔はハゲていてこんなに醜いっていうふうに落差を見せるあるいはですね女の子たちにまずこんなに素敵なあなお化粧うますごい美人こんなにあのお化粧をうまくできる美人ですみたいなね いういうにしてあの人々に認知されたと思いきや「私の素顔は実はこんなに不細工です」って言って化粧前の顔をさらして化粧前のその不細工な顔を自分でどうやって加工してあのみんなが美しいっていうところに持っていくのかっていうねその素顔と盛られた顔のギャップあるいは素顔あるいはその素の姿と盛られた姿のギャップを示すことでバズる っていうのはね、今のティックホップックの z 世代における基本的な作法なんですね。で、この基本的な作法に照らすと。ね、あの、長女の言い方だと、素顔がやばいんですよ。ね、で、素顔は素顔なんです。でも、そこで素顔は晒されて。ええー、私はこんな風に見えてるけど、素顔はこんななの。っていうことで、いいねボタンがブワーっとね、何万もつくっていう状態が。 Z 世代のまあ要するにバーチャルの世界におけるゲームの作法になっているので、うん、素顔を晒せば倫理的になれるんだぜあるいは倫理的な営みの出発点をそこから記すことができるんだぜっていうのは甘いでそれ甘いっていうのはもう何人も Z 世代の特に女の子たたちから聞きました、うん、だからそういう意味で言うと。 あじゃあじゃあ全然細田ダメじゃん、うん、と思いきやちょっとまあその両方の世代をねある程度知っているまあしまあ僕の視座から見るとね、うん、こういうふうにも言えるなと思うつまり細田はもうターゲットマーケティングをしていて、うんえー、ミレニアル世代があるしこれに感動して自分の振る舞いを反省してくれればそれでいいっていうふうに思っているんだとすれば。うんえー この映画はあの彼の目論み通り、うんえー、という意味での成功はしていると思う。うん、でももし彼がそうではなくてえミレニアルと Z の,その基本的なモードの違いに無頓着にあの素顔信仰素顔が倫理の出発点あるいはオンラインではなくてオフラインの関係こそが倫理の出発点というふうに言ってるんだとすると。 さっきのアリフォル・マンモンとの対比ももちろんあるけどあの受け手にそれでは全く響かないっていう意味 Z 世代に全く響かない可能性があるっていう意味で非常にずさんな作品だなっていうふうに思いましたね。